ビズ。財務省は今日2020年度の国際収支を発表し海外との取引状況を示す経常収支の黒字は前の年から3.8%減り18兆2 3 8億円となりました黒字幅の縮小は3年連続です黒字が減った主な要因は海外からの訪日客の消費から 日本人の海外旅行での消費を差し引いた旅行収支の黒字が89.2%減少したためで、その結果、旅行や輸送などのサービス収支の赤字が3兆7,330億円と1兆7,000億円余り膨らみました。サービス収支の赤字幅は東日本大震災後の2012年度以来最大です。